特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、マリサだぜ。今回は仮面ライダーダブルのハーフチェンジについての動画となります。ハーフチェンジ、フォームチェンジじゃないのか。まあ、実質フォームチェンジと同じなんですが、ダブルの場合はそう呼称されていますね。体の半分が変わるからハーフチェンジなのか。おそらくそうですね。今回はボディサイドのジョーカーメモリは固定として、ソウルサイドの3本のメモリについて紹介していきます。了解だぜ。まずは前回も紹介したサイクロンメモリ。確か、フィリップとの適合率が一番高いメモリだったな。はい、ジョーカーメモリとの相性がとても良いメモリでもあります。番組当初は、最初に変身する際はスターティングメモリとして、サイクロンかジョーカーのどちらかを使わなければならないという制約がありました。まず変身者と相性の良いメモリから、ダブルのシステムを立ち上げないといけなかったのか。また必殺技であるマキシマムドライブも、最初はサイクロンジョーカーや、他の2形態のように最も安定したフォームでなければ発動できないという制約もありました。ですが、翔太郎とフィリップが成長していくにつれて、そのような制約はなくなっていき、いろいろと融通が利くようになっていきました。二人の成長で、自分たちのメモリをより使いこなせるようになっていったんだな。続いてはヒートメモリ。熱き記憶を内包した赤色のガイアメモリです。炎のように燃え上がってるぜ。闘争本能を高め、体から強烈な炎と高熱を放つ能力を持ちます。純粋な攻撃力の強化はもちろん、噴出した熱によって推進力を得ることも可能です。炎や熱を操るメモリなんだな。そんなヒートメモリとジョーカーメモリを組み合わせることで変身する姿がこちらの、ヒート、ジョーカー。でおなじみの仮面ライダーダブル、ヒートジョーカーです。闘争本能を高めるヒートメモリと、近接格闘に優れるジョーカーメモリの組み合わせにより、上半身を中心に強化される分、バランスが悪くサイクロンに比べ機動性にやや難があります。サイクロンジョーカーより打撃力は上がるけど、素早さが下がるのか。また、サイクロンジョーカーはキック主体なのですが、ヒートジョーカーはパンチ主体で戦います。拳に炎をまとった連続攻撃を得意としており、その際に炎の衝撃波が発生します。炎のパンチはやっぱりかっこいいぜ。必殺技はジョーカーグレネード。腰のマキシマムスロットにジョーカーメモリを差し込んで発動するマキシマムドライブです。ヒート側の拳に赤、ジョーカー側の拳に紫の炎を発生させ、半分に分かれたダブルが炎のパンチを交互に叩きつけます。サイクロンジョーカーと同じで、こっちも半分に分裂するのか。もう一つの必殺技は、ジョーカーバックドラフト。こちらは続編のフート探偵にて、翔太郎が特訓の末に編み出した新たなマキシマムドライブです。ヒートメモリをマキシマムスロットに入れることで発動し、右腕全体にヒートの炎をまとわせ、渾身の突きを直撃の瞬間ひねり込むように叩き込んで相手を炎上させます。特訓で新しいマキシマムドライブを編み出すこともできるのか。続いてはルナメモリ。幻想の記憶を内包した、金色というか黄色のガイアメモリです。ルナってことは、月なのに幻想の記憶なのか。まあ、月はルナテックやルナシーの語源になっていますから、そこから総じて幻想的、不思議なことという意味合いで使われているんだと思います。なるほどだぜ。能力は、物体や攻撃の軌道に超常的な伸縮、湾曲変形をもたらすトリッキーなもので、その他にも分身の生成や月光の照射など多くの側面を隠し持っています。サイクロンやヒートと違って、特殊能力系のメモリなんだな。そんなルナメモリとジョーカーメモリを組み合わせた姿がこちらの、ルナ、ジョーカー。でおなじみの仮面ライダーダブル、ルナジョーカーです。ルナ側の右半身が伸縮性を持った状態となり、変幻自在に遠距離からのパンチやキックを放ちます。逃げようとする敵を掴んで引き戻したり、伸ばした手足をしならせることで敵の攻撃を引く、といった変則的な使用も可能です。これっていわゆる暴海族のゴム人間なのでは？あの人、実はゴムゴムの実じゃなくて人の実を食べてたらしいですね。え、そうだったのか。話を戻して、ルナジョーカーは使い勝手は抜群ですが、パワーは旧フォーム中最弱な点がデメリットです。
変幻自在な分、力は弱いのか。必殺技はジョーカーストレンジ。ジョーカーメモリをマキシマムスロットに装填することで発動します。体が半分ずつに割れた後、ルナ側が分身して予測不能な打撃を繰り出した後、ジョーカー側が突撃し光をまとった腕でとどめの一撃を敵に与えます。割れた上に分身するのか。ルナの特性ですからね。なお、動画編集段階では、ルナメモリを使ったマキシマムドライブは未登場となっています。続編でもまだ使ってないのか。さて、前回紹介したダブルの愛車、ハードボイルダーなのですが、後ろのボイルダーユニットを換装することが可能です。陸だけじゃなくて空や海も移動可能って言ってたな。はい、まずは赤色のタービュラーユニットを装備したハードタービュラー。これに換装することで前輪が90度回転し、空を飛ぶことが可能になります。この形態は超音速での飛行を可能とし、また安定性や急速旋回にも優れた性能を備えています。空を飛ぶバイクに変形するんだな。主武装として主翼に装備されたエナジーバルカンのほか、主翼の前陰部も超振動により触れたものを切り裂くスクランブルカッターとして運用されます。武器もちゃんと装備されてるんだぜ。続いて黄色のスプラッシャーユニットを装備したハードスプラッシャー。水中、水上での同伴との撃墜のほか、海難事故発生時の救助活動にも使用され、戦闘時は魚雷を発射します。水中と水上どっちも走行可能なのか。はい、左右に張り出したユニット内部にはフローティングマテリアルが封入されているため、水上はもちろん、軽く浮くことも可能です。ちょっとの間なら空も飛べるんだぜ。ちなみにですが、各ユニットの色はそれぞれ緑、赤、黄とソウルメモリの色と連動しています。本当だぜ。今回マシンの解説をしたのは、各ソウルメモリの解説をしたからだったのか。そういうことですね。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それではまた次回。